集になってるかもしれない。デジタル写真集でよろしいですよね、はい、デジタル写真集は今ほぼほぼ月1ペースで出させていただいてるんですけど、はい、ファースト写真集をまず初めて出したファースト写真集が去年の5月だったんですよ。そして今の1年ちょい経った自分の写真集を見ると本当に同じ人間なのかってくらいなんか大人っぽくなっちゃってて、自分でも結構びっくりしてて、すごい大人っぽいなって見てますね。週刊現代さんから出させていただいたり、フライデーさんとかスパさんとかちょっと大人な雑誌さんじゃないですか、媒体さんなので、とっても新鮮です。なんか今まではちょっとピュアな感じだったんですけど、でもそれが現代さんなんて見たらもうわ大人っぽって自分で思っちゃうくらいなんですよ。これ本当に私みたいなって思ったりするし、体型とかも結構変わってきて、写真集この日撮影決まりますって時になんかそのボディケアとかします。あ、するんですね。します、します。体幹やったり、10代なのにやります。やります。体幹ってあるじゃないですか、はい、体幹トレーニング、プランク、はい、をやりますね。でも足は太くなりたくないから、はい、そういうのは気をつけたりしてます。とにかくお腹を絞る。なんか痩せても胸は小さくしてはいけないから、うん、痩せ方、やり方にも結構気を使っています。ここ出てます？出てますね。うん、なんかやっぱ胸を落とさずに痩せるって結構大変ですよね。変に食事制限しすぎると逆に結構ストンってなっちゃったりするので。雑誌によって変えたりするんですか、表情だったり。ああ、それはありますね。テイスト、はい、テイスト、テイストはありますとか、やっぱり求めていただいているものに関して今日はこういう感じでいこうっていうのを編集さんとかカメラマンさんとか衣装さんとみんなで話して、メイクさんとかで、テイストをみんなで決めていくっていうのがすごい私は楽しいなと思ってますね。結構前雑誌違うので、今日こういう感じみたいな、やっぱりイメージがあるじゃないですか。なんか雑誌の出来上がった後になんかおばあちゃん家に夏休み遊びに来たなんじゃらみたいな、そういうのを雰囲気をちょっとみんなで話してこんな感じでっていうのを決めてからっていうのがありますね。それによってやっぱ表情とかっていうのが変わってきます。参考にしてるとか、参考にしてる人、人だったり、人はいないです。人はいないんですけど、コンビニ入ったらグラビアある雑誌はほぼ見ます。立ち読みだけど。買いはしないけど立ち読みして、こういうポージングとか、あ、このカメラマンさんあの人だとか、あ、メイクさんこの人だとか、いいな、こんなとこで撮影できてとか。グラビアがその宮野の活動に生かされてることとかってありますか？それありますね。なんかやっぱりグラビアから入りましたとか、グラビアでとりあえず宮野来てみた、京子ちゃんに会いたくて来てみたと思ったら違う子をしたりとかたまにありますね。おーいみたいな。でも結構多いです、グラビアから入ったっていう人、写真集から入ったとか。じゃあだいぶ PR になってるっていうか。そうですね。やっぱ写真集って違うんですか？違いますね。でもやっぱ本だと嬉しいですね。本で出来上がるとおおみたいな。やっぱりなかなか誰でもできることではないと思うんですよ、その写真集を出すってことは。普通の人じゃ絶対できないことだし、それが本になって店でね、お店で売られるって、本屋さんで売られるっていうのはすごいことだなってとっても思ってるので、いいですね。え、出たい雑誌とかあります？出たい雑誌、はい、え、たくさんたくさんある。言っていいんですか、これは。いろいろ、いろいろ言ってください。プレイボーイにも出たいし、ヤンジャンにも出たいし、あとヤンマガにも出たいし、私結構講談社さんにいつも押してもらってるんですけど、集英社さんから押してもらえてなくて全然。なので集英社さんにちょっとお願いしたいなって。ヤンジャンだったり、そう。でも講談社様にいつも本当大変お世話になってるんですよ。なのでもちろん講談社さんにもお願いしますの、ね、教えていって、主演者さんもちょっとでいいんで、ちょっとでいいんでって言って、ちょっとでいいんでって言って、それ以外のね雑誌さんにもお世話になりたいなみたいな。コンビニ並んだらもう3つくらい私が表紙みたいな、同じ子やんみたいな。でも同じ子なんだけど、また全然ちょっと顔表情とかスタイルとか違く見える
自分にしたいですね。はい、はじめまして、夢見がアドレセンスの京香です。18歳です。普段はですね、グラビアの活動をさせていただくことがとても多くてですね、もしよろしかったらデジタル写真集とかも出しているので、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。そして私 YouTube もやっているので、 YouTube 京香と検索してみてください。よろしくお願いします。